通学作品とかが多いんですけど、今回は学っていうよりも白無垢に直接描いたりだとか、水に映し込んだりだとか、香りのプロ、花のプロ、空間のプロ、音のプロっていうのを入れて、まあ、空間そのものが作品になるように、2次元の書の世界から3次元に広げた、4次元に広げたっていうのが今回の特徴だと思います。紆余曲折ね、まあ、波乱万丈いろいろ皆さんあると思うんだけど、その中で改めて人が生きるっていうことのすごさ、命のすごさ、もしくはその葛藤のすごさ、エネルギーみたいなものをこう全てこの空間の中にこう埋め尽くしたというか、そういうエネルギーを叩き込むっていうことにちょっと挑戦しようと思ったんですね。いかにしたら伝わるかっていうことにすごいこだわったんですね。だから墨の色もあのただ書だけじゃなくて、あのいろんな素材に描いたりとか、色もちょっと使ってみたりとか、今までにない試みをたくさんしてみました。いや、なんかこう汚れのないものに何か黒いものを入れるって、まあ、書道はそうなんですけど、特に白無垢になると何かいつもと違う緊張感があって、さすがにちょっと書く前に長い瞑想をしたりとか、もっとこう伝わる何か、その一人一人の人生がちょっと変わるぐらい、いい方に変わるぐらいの、なんかだったら何でもそこにこういろいろチャレンジしていきたいと。なんかその百段階段 の昭和が持つ文化とアートとビジネス の融合エネルギーみたいなものが生かされた空間なので、まあ、そこでこの武田双雲っていうちょっと生意気で個性的なアーティストがその本気で魂をぶつけてみた、そのなんだろう、ぶつかり合いみたいなもの、もしくは融合みたいなものを見てほしいので、多分二度とない個展だと思うので、ぜひ見ていただきたいと思います。